東京オートサロン2019にて株式会社キャロッセは本社を群馬県高崎市に置く自動車部品製造チューニング会社でありレーシングコンストラクタークスコブランドでモータースポーツ活動を行っていることで知られる JN6 のスバル WRXSTI1977 年に自らもラリードライバーであった加瀬ユ二がラリーショップとして創業 自分たちが必要とするものを自分たちが使って満足するクオリティで製作するをモットーに製品の設計から生産まで自社で一貫して行っている。足回りや駆動系のクスコ、元ミニバン系ブランドで現在はクスコに集約されているバカンツァ、ロールバガード類のセーフティ21といったブランドを展開している。当初は競技系パーツのみであったが現在は スバルや三菱自動車の市販車用部品の生産も行っている。2010年以降は海外展開にも積極的で北米、中国、マレーシアに拠点を持つ。2017年には創業40周年を迎えた。チューニングパーツにとどまらず、古くはスーパー GT のスバルインプレッサー、EV 仕様のスズキジムニーやエブリーといったコンセプトカー。 AP4 規定のトヨタビッツ 4WD やトヨタ CHR など本格的なラリーマシンの開発まで手掛ける日本有数のラリーカーコンストラクターである。一般にはモータースポーツでの活動が知られており、モータースポーツの極限状態で磨かれた本物の製品だけを供給するお心情に2018年現在も a p c JRC スーパー r t y 8 6 BRZ レース、ジムカーナ、ダートトライアルなど幅広い活動を行っている。また過去には、スーパー GT や、ラリージャパン、全日本プロドリフト選手権などに参戦経験がある。なお本社が、群馬県ということもあり、以前の採用者種はスバル一辺倒であったが、最近は、スバル社以外の採用率も上がっている。JA の3クラスのプロトンサトリアネオ、 サイドとボンネットに描かれているのが高崎クスゴ。JN2 クラスの RCF 古くから現在に至るまで A e c と JRC に参戦している。なお A e c はクスコワールドラリーチームを名乗っている。2011年にウェルパインメディアとジョインとしてエントリーカテゴリー向けチームの CJRT を結成。CJRT の車両はオリジナルキャラクターの高崎クスゴ。 大山つみの娘で、コスチュームは、巫コ服をベースクイーン風にアレンジしている。林道で練習中のラリードライバーに接触したことが、きっかけでチームに遊びに来たという設定。名前の、高崎は、本社所在地、クスコは、同社のブランド、クースコに、由来が描かれ、いた化されている。同チームは、JRC と TGR ラリーチャレンジの会クラスを、中心に参戦し、 2016年2017年にトヨタ86の明治慎太郎、北上の久組が JRC の JN2 クラスでチャンピオンを獲得している。また2018年には元 SKE48 の梅本窓香が子ドライバーとして加入している。2011年にはマレーシア系自動車メーカーであるプロトンとジョインとして JRC に参戦し JN3 クラスタイトルを獲得。 2012年は、エイプクにも参戦し、2 w d 部門3連覇を果たしている。またこの活動の縁で、2011年の東京オートサロンでは、プロトン製の乗用車、プロトンサトリアネオを参考出品、加えて同社から輸入されたサトリアネオを販売している。2015年には、オートスポーツ系のラリー雑誌である、ラリープラスと合同会社サンクとジョインとして、 ラリープラスクスコレーシングラリーチームも結成し、2016年に、柳沢博史、中原義正組が、プジョー 208R2 で JN5 クラスチャンピオンを獲得している。2017年には、A クの独自規定である AP4 車両のトヨタビッツ 4WD を開発、丹山優也が FIAJSR の初代チャンピオンとなった。2018年は、 レイプクと JSR に、シュコダ・ファビア・ R 5と、トヨタビッツ 4WD、JRC では、スバル WRXSTI、プジョー 208R2 などで参戦する。JSR 第2戦では、同年6月公開の映画、オーバードライブの撮影で実際に使用された、ヤリス SCRS を運用し、総合優勝している。2019年は、 JN2 クラスにターマック限定で、大型スポーツカーのレクサス RCF を、A 服、JSR には AP4 規定のもとに改造した、クロスオーバー SUV のトヨタ CHR を投入するなど、他のラリーチームでは見られないような挑戦的な活動を行っている。2020年最終戦からは、グレーンやリスで JN1 クラスに参戦している。 クスコスバルインプレッサ1990年代後半より JGTC の GT300 クラスにスバルインプレッサ WRXSTI で参戦していた。変遷の激しい日本モータースポーツ界において1990年代より参戦していた老舗であり、また10年以上にわたってチームやメインスポンサーが変わっていなかった2009年の第6戦に レガシー B4 が参戦するまで、スバル勢では唯一のマシンであったなど、稽古な点の多い存在であった。参戦当初は4度ア社の GT 参戦が、ルール上認められていなかったために、特任扱いとなっていたが、後にインプレッサの活躍などもあって、ルールが変更され、現在では4度ア社の参戦が公式に認められている。マシンは、 スーパー GT のレギュレーションに合わせ市販車両から大幅な改造が施され、エンジンはスバル直径のチューニング会社でもある STI がエンジンのメンテナンスを担当していた。ドライバーは長年にわたって小林克雄と谷川達也のコンビが担当していたが、2007年からは山野哲也がエースドライバーとなっていた。マシンは参戦初期より旋回性能や車重を考慮して、 駆動方式を市販状態の四輪駆動から FR に変更し、ボディにもキャロッセ仕様のエアロパーツが用いられていた。一方で、ベース車両が世界ラリー選手権向けに設計されたインプレッサで、あったことから他の純レース用スポーツカーに比べ車高や空力性能において不利であり、次第に他の参戦マシンの開発戦争から遅れる結果となり、2000年代中盤には、 苦戦を強いられるようになった2007年シーズンはタイヤを横浜タイヤからダンロップに変更し、ドライバーには昨年 GT300 クラスのチャンピオンを獲得した山野哲也をエースとして迎え入れ、さらに元チャンピオン経験者である青木隆之も加えた豪華なコンビで参戦。雨のレースとなったスポーツランドスゴでは濡れた路面をオードで駆け抜け一時トップに立つなど、 印象的な活躍をした。2008年シーズンは山野哲也の新たなパートナーとして佐々木光太が起用された。山野哲也と佐々木光太のコンビは2005年に GT300 クラスチャンピオンを獲得している。同年6月にマレーシアのセッパンインターナショナルサーキットで行われたスーパー GT 第4戦ではついに初優勝を飾った。 予選でも速さを見せておりまさに圧勝だった。第6戦もエット路面だったこともあり、ポールポジション獲得。また、終盤2戦は佐々木型レースのスケジュール上参戦、できなかったため、代役として、同年の全日本海3選手権チャンピオンのカルロ・バンダムを起用。最終戦では、バンダムが予選アタックを担当して見事ポールポジション獲得。 ここでもウェット路面だったこともあるが、短い時間でほぼ完璧に乗りこなしたバンダムの潜在能力の高さも見せた。決勝でも後半に雨が降ったこともあり追い上げて3位表彰台でシーズンを締めた。2008年の第3戦から g r p 型インプレッサで参戦する予定であったが、ベース車がハッチバックに移行したため開発が難航し、 結局シーズン終了まで変更は行われず、翌年はチームの方針変更で本業であるラリー競技に専念するために GT から事実上撤退した。以降2021年現在まで GT 活動は行われていない。2020年から住友ゴム工業との提携により B 級ライセンス競技若手育成プログラムを実施している。ラリー、ジムカーナ、 ダートトライアルの若手ドライバーが対象で先行を通過するとタイヤ代エントリー費、クースコ性競技パーツについて1年間支援を受けることができる。柳沢博春学自動車部のタイトルで2013年2月28日から11月28日まで響きラジオステーションにて配信されていた車声優バラエティ番組各週木曜日更新出演は 真田あさみ、須崎彩、佐々木未来。ありがとうございます。